白坂町営は、岩手県二個郡一個町出身のプロ野球選手、二軍監督、スコアラー。一個町で広大な林檎園を営む農家に生まれる。旧制福岡中学を卒業後、仙台鉄道局へ進むが、王将して戦地へ赴き、戦後は仙台鉄道局もリオカで当主及び遊撃士として活躍。この時のチームメイトに、沢藤三雄がいる。 1948年のシーズン中に大阪タイガースに入団。この入団は森岡に遠征に来ていた当時のタイガース監督若林忠氏から勧誘されたためであった。タイガース入団後は主に遊撃手としてプレー。吉田義雄入団後は二類手に転向。吉田とに遊間を組んだ。プロ2年目の1949年には投手として8試合に登板したこともある。 レギュラーに定着した1950年は打率258、18本塁打72打点を記録した。翌1951年以降は2桁本塁打を記録することはなく、打順も2番や回を打つことが多かった。一方で、守備に関しては一流であり、遊撃、吉田との遊間は鉄壁であったと言われる。1959年に現役引退。 引退後は1960年からはスコアラーを務め、1964年から二軍監督として現場に復帰した。1966年からは再びフロント入りしスカウト兼任スコアラー。1971年からは再び二軍監督を務めた。1975年から3度フロント入りし、1977年までスコアラーを務めた。 以降も阪神球団に勤務していた。2015年7月8日、病気のため、西宮市内の病院で死去。92歳没。ありがとうございます。